はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ドラゴン族に親を殺された男、竜破壊の剣士バスターブレイダーです。さあ本日なんですが、診断で登場したこのアルバーレナズスというモンスターね、はい、これを活躍させていくべくデッキを組んでもらいました。このモンスターですね、親、親戚、家族、友達、恋人、全てをですねドラゴン族に殺されてるんですよ。はい、なので、ドラゴン族モンスターに並々ならぬ殺意を持っていまして、融合召喚の条件が一応アルバーサの楽園プラスドラゴン族モンスター1体以上ってなってるんですけども、これまあ、例えばね、未来融合とかで、あれドラゴン族をなんか死ぬほどデッキから墓地を送るみたいなグミックもあるらしいんですけどね、これそれ以外にね、特殊召喚できる条件があって、自分、相手のモンスターゾーンの上記カードを墓地へ送った場合に、エクストラデッキから特殊召喚できる。つまり、相手のモンスターゾーンのアルバーサの楽園またはドラゴン族を墓地に送って特殊召喚できるんですよ。これ、イメージ的には、キメラテックメガフリートドラゴンであるとか、あとキメラテックフォートレスドラゴンとかに近い、チェーンを配らずになんかその融合召喚条件で墓地を送るからなんか無効にするとかできないですよ。これすごい強いんですね、まあ、怪獣とかそんな感じイメージ的には。で、まあ、一応ね効果は、まあ、おまけ程度ではあるんですけども、なんか一度のバトル中になんか融合素材としたモンスターの数までモンスターに攻撃できるっていう効果と、まあ、2500だったんでちょっと弱いですけどね。とあと、これはメラジェイドとかからね墓地を送ると、発動できるんだけども、結構ね墓地を送られたターンのエンドフェーズにデッキから通常の魔法カードの融合か通常の魔法カードのフュージョンを、手札に加えると、まあ、例えばインスタントフュージョンであるとか、それからなんだちょいごめんなあフュージョンデスティニーであるとか、ああいう系のカードを手札に加えることが一応できそうですね。はい、でこのアルバレナテス以外に、今回ドラゴン族を殺すためにねデッキ作ってきたんで、まあ、何が一番相性がいいかと、やっぱねドラゴン族に認定するのが一番いいと思うんですよね。こういうモンスターを使う場合って、要は相手の盤面のモンスターを全部ドラゴン族に変えちゃうっていう、ということで、活躍していただくのは、DNA 改造手術と、破壊万竜バスタードラゴンです。はい、なので今回はバスタープレイダーのギミックにぶち込んできました。はい、これ何がすごいかっていうと、まあ、一応ですねバスタードラゴンか DNA が通んないといけないんですけど、まあ、通った場合相手のモンスター全部ドラゴン族になるんで、アレバスの楽園をセットして、これねセット融合できるんですよ。剣闘銃みたいな感じ、まあ、ちょっと詳しくは動画見ていただければ分かるけど、1戦目が一番やばい。なんかそのドラゴン族ドヤ顔で出してきたモンスターに対して、出してきたデッキに対してアレバスの楽園をセットすると相手のモンスター全部吸えるんですね。はい、なんか全部リリースしてこっちの盤面に怪獣出すみたいな感じ、イメージには。はい、めちゃくちゃ強いんですよ。まあ、これをね今日はやっていくべくアルバスの楽園を3積みっていうね、はい、デッキになってます。で一応ね楽園融合が入ってまして、これ以前ご紹介したバスブレ楽園デッキのギミックをまあ採用しておりますんで、まあ、これをね使って、まあ、例えば破壊剣士の溶乱とかね、それからまあ、破壊剣の追憶なんかを使って、破壊竜破壊の剣士バスターブレイダーと、破壊万竜バスタードラゴンっていうギミックも採用しながらアルバレナツも出していくと、もう完全にドラゴン族許さんっていうデッキになってますんで、ドラゴン族が大好きな皆さんはね、今後ご注意ください。セットしてきたやつは結構危ないぞ。はい、デュエルスタンバイ。新炎竜アルバレナツってなんかかっこいいよね、響きが。まあ、レナトゥスってめっちゃ言いにくいけど、僕遊戯王界、まあ、自由業界っていうか、ゲーム実況界一滑舌が悪いって言われてるんで、新炎竜アルバレナトゥスって多分なんか3回連続で言えないと思います。言ってみましょうか。新炎竜アルバレナトゥス、新炎竜アルバレナトゥス、アンケシンクロンキャリア、はい、ジャンクシンクロン、これは世界が終わるお知らせがあります。これ久しぶりに当たりました。これジャンドですね、これ。久しぶりに当たりました。かなり。ジャンクスピラーできます？これ。このゲベリコシンクロは、でもさ、待って、冷静に考えてくださいさ、このデッキってさ、最終盤面結構ドラゴン族じゃね？なんか結構あれだね、セイバースターやら、クエーサーやら、なんか出てくるけどさ、あれ全部ドラゴン族だよな。ドラゴン族に対ドラゴン族に対しては決戦兵器が、今回の、まあ、新パックで実装されてまして、まあ、それが新炎竜アルバレナズスっていうんですけど、いやこれワンチャンあるな、ハンド的に。
これちょっとサレンダーするのもったいないからちょっと見てるわ相手の展開。来た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 。え、これ全部ドラゴン族だぞ今のところ。今のところ全部ドラゴン族。あ、蘇生するのもドラゴン族来た。神ゲーが起きる可能性がある。竜殺しの王。絶対にドラゴン族を許さない。ドラゴンに親を殺された男。来ましたね、これ完全に。これはね、皆さん、いいものが見れますよ。言いますよ。クリアウィング新境ドラゴンドラゴン族。クリスタルウィング新境ドラゴンドラゴン族。シューティングセーバースタードラゴンドラゴン族。スターダストドラゴンドラゴン族。種族が弱いですね。カードをセット。事故ったみたいな感じで、カードをセットしていく。なんだと思ってるでしょ、相手。なんとですね、フィールドのドラゴン族とアルバスで融合召喚できるゲロヤマモンスターがこいつだ。そう、現れろ深淵竜アルバレラテス。ちょっとやることない、召喚権使っちゃったからやることない。アルバスの楽園をやっぱ召喚権を割かないといけないっていうのはちょっと弱いんですけども、言うてね、ここにね、なんか開幕とかがあれば、もうちょっと展開できますし、多分楽園予防あったらワンキルできました。はい。まあ、今回ありませんが。で、ドローフェーズで一回、トラップトリック打っといて、で、妖乱除外して妖乱セット。あとは、相手の展開に合わせてから、まあ、激ヤバモンスターを爆誕させれば、もう、これで、ジ・エンドよ。どういう感じもいいだろう。この辺じゃねえか。多分そろそろだろ、これ。この辺、ある程度モンスター並べてからね、相手にモンスターを並べさせてから、いや、ゲロヤバモンスターを出すと結構ね、やばいことになるんだけど、打点が、こいつの。今から僕は何をしようとしてるかっていうと、ドラゴン絶対許さないマンの横に、ドラゴン絶対許さないマンを出そうとします。で、その横に、あなたたちドラゴン認定マンを出そうとします。はい。これがね、ドラゴンに親を殺された同盟。さあ、現れろ竜破壊の剣士バスターブライダー。さらに妖乱の効果によって赤い万竜バスタードラゴン、お前ら今からドラゴン族な。で、ドラゴン族はまあ横向け、うん、で、お前らもう効果発動できんからよろしく。お前ら、ハハハハハ、だってやばい、だってやばいだろ、18,800点。絶望の盤面、18,800過去貫通。だから中断特殊化する、いいだろう、別に特殊召喚したところ今さら何が起きる。シンクロ召喚いくらでもしていいけど、どうせドラゴン族が出てくるの、これどうせドラゴン族出てくるの。ドラゴン認定デッキ最強か。いや、これ神試合だ、これ神試合すぎる。おー、はい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 、これは一回楽園開幕を打っていいですね。楽園開幕を打ってよくって何かあります。増字だったらこれ止まれますね、展開。まあ、うららでも打たせることができる。増殖する G。 あー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、いや、これ増殖する G ね、結構止まれるんですよね、このハンド。まあ、とりあえず一旦破壊原子の万竜は1枚いらねえから、まあ、墓地送って、で、アルベル持ってきて、で、これ普通に1ハンデスでエンドできる、これ、相手の。これにウララって言われたらきついけど。破壊剣士の万竜召喚、効果発動。通る、OK。で、破壊剣士の妖乱持ってきて、これね、改造手術あると結構強いですね、これ。これ最悪バスタードラゴンやられても、一応、開幕墓地をしてるんで、破壊剣士はやられないので、竜破壊の剣士、バスタードレーダーは。なんで、DNA と、破壊剣士で一応ロックかけれるから、バスタードラゴン最悪やられても大丈夫。いや、このデッキ使ってと思ったよ。ドラゴンメイドか。オッケー。ドラゴンじゃん、相手。相手ドラゴンじゃん、いいね。これね、先に打っちゃうと無限法要とかそういうね、カード踏んじゃうんで、ある程度一回相手の動き見て、デッキ判断してから、妖乱打った方がいいっていうのが、一応僕の結論ですね、今。まあ、これも打っていいですね、多分。破壊剣カードと、バスターブレイダーを墓地に送りながら、破壊剣の追憶の効果を発動。破壊剣の追憶は墓地からバスターブレイダーとドラゴン族を除外すると、なんと、ゲロヤバ、劇的最強、アルティメットモンスター、
竜破壊の剣士バスターブレイダーを融合召喚できる。あらあら、竜破壊の剣士バスターブレイダー。さらに破壊剣士の溶乱の効果によってドラゴン族認定おじさんも特殊召喚。はい、よしその効果は有効だぞ。ちなみに、まあ、ただここからこれ以降発動することはできないけどな、ドラゴン族モンスターの効果は。残念ながらな。さあ、お前のフィールド上のモンスターすべてドラゴン族になり、ドラゴン族モンスターは守備表示になる。ヒレクスがいい。我が剣の前にヒレクスがいい。まあそうならな、まあ、ただお片付けなんで、あれお片付けは無力化できるんですよ、結構簡単に。なんでかっていうと、ドラゴン族モンスターと闇属性ドラゴン族モンスターとチューナーでヤバいモンスターを出せるからですよね。はい、はい、お片付け無力化、お片付け無力化成功でだ。アレベル召喚で効果、これで楽園融合打ったらもう勝ちやん。お片付けとかいうカードぬるすぎだろった。で楽園融合を追ってきて、でここで楽園融合をバチコレて打って、あれ、あ、やっば、俺心境したわちょっと待って、え、これどうしたらいい、これ死者蘇生発動できる、できる、万流は無理、万流はいける、万流はいける、万流いける、これ待って、やばい、キル取れない、ちょっと待って、これどうしたらいい、貫通させると2000、ちょっと待ってくださいね、アルティメットプレイブしました、ちょっと待ってくださいこれなんとかならねえか、なんとかならねえか、これなんとかならんか、アナコンダできるわ、アナコンできるわ、来た、ちょっと待って、これカバリングしよう、一回ちょっとリンクリボーはちょっと一回取っておいて、これでリンクリボーを墓地送ったことによって、2体目の万竜に、法要ベラ撃たれたときに一応ケアができる。でこことここでベルティアナコンダして、で強引にぶち殺していけばいいから、でベルティングアナコンダして、で楽園融合を強引に打ちに行きましょうちょっとミスりましたが、なんかミスりましたが、頑張ります、なんか頑張ればなと思いました。これで楽園融合をぶっ込み、ミラージェイドですね、はい、でアルバスとアナコンダで融合召喚、現れろ危険竜ミラージェイド、バカ、さあヒレクスがいい、ヒレクスがいい、ドラゴンよバトルフェイズだ、竜破壊の剣士バスターブレイダーでてめえのモンスター攻撃、このモンスターは貫通力を持っている、さあお前のモンスターは全てドラゴン族となる、うわつわーつわー、さあお片付け使うしかねえだろう、どうする、はい、もちろんアビス君の効果知らないわけではあるまい、対象はミラジェイド残念ながらこのモンスターフリーチェーンで何でもカードの効果は無効にできる、強すぎバロさん、うわー行け、貫通攻撃バスターブレードつぇーオッケー、垂れた、神ゲー対戦ありがとうございました。ああ、だからこのデッキ割と戦えるな、うわモンスターだらけ、ちょっとねある程度魔法カードがないとね、なんかその開幕とかがないとちょっとやっぱさすがにそのアレベル召喚効果無効言われて何もできるみたいな、アレベル、なるほどね、いやこれ、ね、厄介なのはミラージェイドがドラゴン族じゃないんですよ、厄介なのは。だからね、そのアレバレラセット、アレバスセット、アレバレラスが出ないですよね、ミラージェイドがあのドラゴン族みたいな顔して、なんかあいつ幻竜族なんで、幻竜もなんか竜ついてんだからドラゴンじゃねえのかみたいな話あるけど、いやあれドラゴンじゃないんだよね、やばいカード送ってんじゃん。ラーの人。やばい、ちょっと。待って、これあれか、これなんか、これやばいタイプのって聞いた、これ。ラーの人がガチでやばいカード送ってるぞ。あいつ。やばい。これミラジェイドさんですね。はい、了解です。ミラジェイドパイセンです。セットします。
セットします。セット3枚怖くないですか。なるほど。こいつはヤバそうな匂いがプンプンするぜ。ゲロイカの匂いがプンプンするぜ。ああ、だと思ったわ、だと思ったわ。これあれか、ラーの人送りつけてくるやつもしかして。やめてください、許してください。いらねえ、いらねえよ、いらねえよ、さっきんだよ。じゃあに、先日ね、超魔人イドを送りつけるっていうデッキご紹介させていただいたと思うんですけども、あの結城与力先生はイドの他にラーの人を送りつけ候補としては強いって書いてあるんですね。はい、遊戯王ウィキコンボ最強。無理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 、俺の身を守れ、楽に開幕。そっから一体俺は何ができるんだ、必勝。無理だって、勝てんよ。ラーの人とかいうモンスター悪用しかされんから、もう超魔人井戸と一緒に禁止にぶち込もう、うん、次回の制限改定で。